サミュエル・ウォー作、ニューヨークの公安1848年作サミュエル・ウォーは、アメリカ合衆国の画家である、肖像画などを描いた。ペンシルベニア州、ローレンス郡のニューウィルミングトンで生まれた。父親は、ニューウィルミングトンの初期の入植者で、村で最初の雑貨店を経営していた。ォーの生い立ちについての記録は少ないが、ピッツバーグで劇場の舞台美術家から絵を学んだとされ、 1833年にカナダのトロントに移り、トレントのアマチュア画家たちも出展する展覧会に肖像画を出展し、良い評判を得た。すでに旅回りの肖像画家として評価を得ていたジェームズ・ボーマンと友人となり、二人でローマに修行することを計画した。ボーマンはイタリア行きを断念し、アメリカに移ったが、王はモントリオールに移った後、 1836年末か1837年にイタリアに渡り、ローマとナポリに1841年まで滞在し、世界的に有名になっていたローマ在住のデンマークの彫刻家、ベルテル・トルバルセンの肖像画を描き、高く評価された。ローマでトルバルセンに学んで、アメリカで彫刻家として有名になっていたトーマス・クロフォードや、ローマで活動する画家,家のジェームズ・エドワード・フリーマンらの 支援を受けたと考えられ、優れた肖像画家という評判を得て、フィラデルフィアに帰国した。1849年にイタリアの情景を当時流行していたパノラマ画として制作し展示し、観客に好評を得て、6年間にわたってアメリカ各都市で展示された。生涯にわたって、フィラデルフィア最高の肖像画家として多くの肖像画を描き、 フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーやニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインの展覧会などに出展し、ボストン・アシニアムの展覧会にも出展した。1847年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの名誉会員に選ばれた。娘のアイダと息子のフレデリック・ジャット・王、フレデリック・ジャット・王、1861から1940も画家になった。ありがとうございます。